さあ今ゲームが始まりました。グアダラハーラ対トルーカ、どういった立ち上がりになるんでしょうか。ドスサントス、さあ左へ預けて、グアルダード、トルーズボール、もう一つ前に行きたい、渡りましたよ、渡ります、上げてくる、縦にボールをつなぎます、バリエントス、ガルシア、動きましたよ、この柔らかいパス、もういい形ですよ、いけるか、どうだ、おいい形じゃないですか、柔らかいパス、攻め上がっていく、裏へのスルーパス、ペレイラ、裏へ届くか、スルーパス、さあシュートレンジだ、防ぐ、枠は捉えた、このピンチよく防ぎました。ファーストハーフ最初のコーナーキックはグアダラハーラ、仕掛けるか、シュート、さあ前半中盤に差し掛かる時間帯、スコアは0対0です。ゴメス、スルーパスを出す、さあ右へ預けて、シュート、鉄壁、いやーファインセーブでしたね。そうですね、ディフェンダーは完全にキーパーに助けられましたね。これここで見せてくれました。プレーですよね。この難しいボールによく触りました。頭、シュート、防いだ、これはいいセーブでしたね。まさに最後の砦ですね。ドスサントス、左から上がっていきます、左サイド上がります、ボールのかこのパス、どうだこのシュート、リオス、バリエントス、パスの効果、ガルシア、しばらく戦列を離れていましたが、シュート、止めた、しかしこれよく止めましたね。いやファインセーブですよね、よく止めましたね。これ好セーブを見せました。つながりませんでした。サイドを縦に走らせます。
ここで丁寧にコントロール。裏へ届くか。オスカル・ロハス、ガルシア、ゴメス、キーパーから前線へ、バリエントス、ガルシア、ゴメス、バリエントス、裏のスペースを狙う。オリベイ、さあ左サイドへ、サイドのスペースへ走らせる、中央へヘディング、決まった、先制。ここで先制。クロスは頭で流し込んだ。いいシュートでしたね。焦らず落ち着いてしっかり頭で決めてきましたからね。今シーズン初ゴール、先制1対0です。もう1点取ることによって試合の進め方、はい、こうメンタリティの部分大きく違いますからね。なるほど、抜けてくる、これ仕掛けるか、中はマイスイル、シュート、ちょっとミートが足りないというシュートでした。オルーカ、決定的なチャンスを迎えたシーンでした。ペレイラ、ここで前半の45分が終了しました。前半終え1対0。グアダラハーラ、まずは1点先制して折り返す前半となりました。まだ1点差ではありますけど、はい、しっかり守れてましたから、内容としては良かったですよね、はい。あとは相手が来たところでボールを奪ってもう1点という確実なサッカーをしていくのも方法としてはありですよね。なるほど、1点を先制して後半を迎えます。セカンドハーフ見ていきましょう。ホーム側としては気持ちとしては 0-0 のつもりでゲームに入っていった方がいいと思いますけどもね。リベイル、サイドを使う、うまいですね。シュートに行くか、クロスを選択、ガルシアしっかりと抑えました。リオス、大きく縦へ、バラニス、オリベイ、今日ワンアシストです。イネダ、スペースへ出す、打つか、スーゾーン、このヘッド報われませんでした。いい状態でシュート打ったんですけどもね、ちょっとシュートコントロールがうまくいかなかったですよね。ゴメス、緩く狙ったボール、この位置でボールを受けます、ふわっとしたボール、下がります。このゴールキックをカットします。オリベイラ、ここで前を向けるか、トルーカ、先ほどから中央に人数をしっかりかけて守ってますね。そうですね、中に人数を揃えてクロスを跳ね返そうという意図だと思いますけどもね、はい。あとは大事なのはこぼれ球を相手に拾われないようにすることですかね、うん。大きくクリアするか、味方につなげる意識を持つかが重要になってきますよね。その差が大きいんでしょう。シュート、頭で来た。うお、いや、北澤さん、
これナイスセーブでしたね。いや、あの位置からのシュートよく止めましたよね。ファインセーブですね。この場面でスーパーセーブです。これはファールです。今の形すごく良かったですよね。これを繰り返せばいいと思いますね。とにかく前へ前へですよね。ガルシア素早いパスで攻め上がっていきます。ふわっと裏を狙う。中央へ。よくカバーしましたよ。緩いボール、どうだ、シュート、押し込むか、来た、追いついた。トルーカ、ここに来て追いつきました。今のはキーパーの跳ね返りを見事ゴールに収めました。これはセカンドボール狙ってたんでしょうね。アンブロを予測したポジショニングから見事なゴールと言えますよね。今シーズン2ゴール目です。今日のゲーム見応えがさらに出てきました。素晴らしい攻防を見せてくれてますよね、はい、やっぱり得点が入る試合っていうのはスタジアムが非常に盛り上がりますよね。そうですね。柔らかいボール、ペレイラ、グアダラハーラ、起点となるアクションが欲しい。これは来た、シュート、防ぐ。絶好のチャンス、ものにできません。いや、緊迫した状況が続きますよね。最後まで目が離せませんね、今日のゲームは。ここで見せてくれました。イネダ、パス一本で裏という選択肢もありますね。サイドのスペースを使います。シュートもあります。いいとこまで攻めたんですけどもね、この終盤での攻め合いは最後まで目が離せませんね。細かくパスをつないで攻め込んでいきます。サイドのスペースを使います。ふわっとしたボール、シュート、選手が入れ替わります。クロスを上げる、シュート、これよく止めましたね。いや、これぞ守護神ですよね。素晴らしい反応ですね。いい形で攻めていきたいですよね。この柔らかいパス、いいとこまで行ったんですけどもね。あとワンプレーあるかな。時間かけずに攻めたいですよね。オスカル・ロハス、トルーカとしては時間ないですからね。ここはシンプルな攻撃でもいいと思いますけどもね。裏へのスルーパス、ここはキーパー処理しました。惜しい攻撃でしたけどもね、このまま終わっちゃうかな。上げる、防いだ、素晴らしい反応でした。いや、いい反応でしたね。よく触りましたね、本当に。この時間帯ですからね、ここはもう全員で行った方がいいかもしれませんね。